属州の一シキリア属州は、ローマ帝国の属州であり、ローマが設けた最初の属州である。領域は、現在のシチリア島とマルタである。日本語でシチリア属州と表記されることもある。シチリア島の貴族を争った第一次ポエニ戦争の結果、カルタ語を下した共和制ローマが、同国の最初の属州として、紀元前241年に併合した。 俗州家事に当時有力な都市国家であったシラクサは同盟都市として俗州からは除かれていたが第二次ポエニ戦争においてカルタゴ側に着いたシラクサは失政官マルケルスによる包囲戦により陥落し俗州に組み込まれた。マグナグライケアと呼ばれギリシア文化が栄えていたシチリア島は俗州家以降に徐々にラテン化が進められたが ギリシア的要素が完全に消えることはなかった。当初、ローマの小麦の供給地として、非常に重要な地位を占めたが、プトレマヨス町を下して、小麦の大生産地であるエジプトを支柱にして以降、シチリアの国葬地としての地位は低下した。しかし、ローマ帝国後期になりアフリカ支配が揺らいだため、シチリア島は再び、ローマの国葬地として重視されるようになった。俗集下後、 奴隷を大量に刺益する大都市経営による小麦栽培が盛んとなっていった。それに伴い、境遇に不満を募らせた奴隷が大規模な反乱を起こすこととなる。共和制ローマ期に起こった3度の大規模な奴隷戦争のうち2回がこのシキリア族州内で発生した。紀元前135年にはシリア人奴隷、エウヌスが死亡した第一次奴隷戦争。 紀元前104年に起こった第二次奴隷戦争がそれである。ありがとうございます。